はい、ちょ、チッス。はい、どうも。無理。今日来んの？ここ。うん。クラブ好きなんだ。あ、好きだよ。あ、じゃあヒップホップとか好きなの？最近のアメリカのヒップホップ？うん。振りが見え見えでつまんない。話題だけ。音でリアルな人って人口少なくなったよね。リアルヒップホップ？本物ヒップホップ聞いて、ここじゃリアルヒップホップ？ダッサ。やっぱサンプリング使えないってのが痛いよね。おやっぱ80年もののコールシーとかドラムプログラミングとかやばいよね。すごいドープ。レッドアラーとかトニー D のいなためのサンプリングセンスとかも好き。TDS モブとかの2枚使いだけで構成したトラックもすごいな。あの時代はラッパーもランダムなフローで面白かったよね。センターラベルのイラストデザインとかも最高に素敵。レコードベースの試行錯誤っていうの、成熟したらそのジャンルで終わっちゃうじゃん。へー。90年とか91年はやっぱハンマーがかっこいいよね。ハンマーってわかる？レッドマンとかさ、エルビーズのあのハンマー、あの汗臭い質感すんごい好き。ほんと？じゃあまあそろそろ行こうか。そうだね、行こうか。日本のアンダーグラウンドアーティストも暗いよね。まろやか呪文系っていうの？何のこと言ってんのかさっぱり。ん、宗教？ G？ クラブよりも精神病院通った方がいいんじゃないの？実は頭悪いとかさ、なんか痛い。ダンスにレコード。あの頃のブレイクボーイはどこ行ったんだろう。聞いてんの？聞いてんの？コーク、マリファナ、高級車。俺たちは黒人、誇りを持ってるって。完全な資本主義ミュージックだ。ほんとポップって感じ。じゃあ、そうかね、行こっか。日本の中古市場ってさ、ショービズショービズって。